以前からこのアルコールストーブをツーバーナーとして使えないかと考えていました。それを形にしたのがこれです。これはアルミの材料を加工して作りました。ここにアルコールストーブが入るわけですが、そのために使うのがこの空き缶です。この缶は稲葉の缶詰です。中には穴が開けてあります。そしてこれにアルコールストーブを収めると、素晴らしくちょうどいいですね。これをここにはめます。そしてごとくはダイソーのミニごとくを改造してあります。しっかりできているので引くともしません。ユニフレームのチビパンを作ってみます。そしてこのユニフレームのポットも余裕で塗ります。さらにこんなアイデアもあります。ダイソーでお菓子作りのコーナーで見つけたものです。
簡易風防になります。さらに機能があります。安定が悪い時にはこの穴にペグを打って固定することができます。